東京電力の柏崎刈羽原発でセキュリティ施設の故障が放置されていた問題で、原子力規制委員会は評価基準上最も深刻との評価を下しました。柏崎刈羽原発では、1月、侵入者を検知するセキュリティ施設の故障が複数箇所放置されていたことが見つかりました。原子力規制委員会は、東京電力が故障を認知しながら 有効な措置を講じなかったことなどを重視各セキュリティ上四段階ある評価基準で最も深刻との評価で一致しました去年9月に発覚した職員による ID 不正使用より厳しい評価が下された形です東京電力は柏崎刈羽原発7号機の再稼働を目指していますが地元の反発はさらに強まりそうです